一の阪神タイガースが苦戦してる理由。村上はジンクスに負けず好調、戦力ダウンだし何があかんねん。去年上振れすぎだろ、近本木浪とか。岡田の人間性が濃すぎて選手もコーチもモチベーション下がりまくってるから。そら選手の力不足や研究されてそれを上回れてない。ボールで死んだ野手が多すぎる。去年が上振れやったんやろ、今年が下振れなのか実力なのかはまだ分からんけど。近本は今年絶不調なだけで阪神ではほぼ唯一安定した野手やろ。去年は 1.5 流から2流の中途半端な選手の確定が奇跡的に噛み当たったんやろ。糸原とか木浪とかな。前川を大事に育てなきゃ。打てない守れない。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。